トダボートの SG 第59回ボートレースクラシックが15日開幕する。昨年の SG 覇者をはじめ特別戦優勝者が勢ぞろい。年末のグランプリを目指した戦いが本格的にスタートする。14日の前剣日は注目のエンジン抽選があり、エース格の中でも実績トップの8号機は深海渡るがゲット。 同じくエース各機を上条のブタカ、山崎軍が手にした。ドリーム組はミネリュータのエンジンが最も高ス状で感触も良かった。ドリーム1号艇の医師の高行きは低素状で低実績のエンジンにいまいちの手応え。持ち前の卓越した調整力の見せどころだ。